おはようございまっちょ、フォルテです。シャチーン、本日はコンクールについて重大なお知らせです。よいしょ。その内容はトロフィーを紹介させてもらいます。そして優秀賞を紹介させてもらいます。まずたくさんのお申し込みありがとうございます。7月10日までの受付となりますので、ぜひまたチェックお願いいたします。今回ディズニーのチケットをね、優勝の商品としてお渡しする予定だったんですけども、たくさんのお申し込みがあったこと、そしてさらにやっぱり、まあ、僕の中でトロフィーっていうのがすっごい昔から思い入れがありました。コンクール受けるときにやっぱね、トロフィーがずっと欲しかったんです。僕のトロフィーはちっちゃいんですけどね。そんな気持ちがあったので、ちょっとね、運営さんにお願いして、めちゃくちゃでかいトロフィーで行きましょうって言ってね、その夢が実現しました。拍手、大丈夫。というわけでね、まずトロフィーを紹介させてもらいます。まずは第3位、ドゥルルルル、第3位のトロフィーはこちらとなります。結構大きいですよね。僕がね、今までね、もらってたトロフィーっていうのが、まあ優勝とかでもこのサイズが結構ありました。それが第3位です。今まで見たことないぐらいのサイズの大きさだと思いますよ。はい、第3位です。そして、第2位、ドゥルルル、はい、大きくなりました。どうでしょう。まあこのぐらいのサイズでもかなり大きいと思います。僕で見てください。大きいですよね。第1位、多分もうびっくりしちゃう。もう見たことないサイズ。本当に。はい、第1位、いきますよ。みんな、心の準備いいですか？やっちゃいますよ。それでは第1位。じゃんじゃんじゃーん！でけー！でかすぎる！僕がね、ここまで下がらないと、入りきれないでかさです。こんなトラフィー見たことありますか？でこんなトロフィーをご用意しました。1位、2位、3位の方にはね、もう本当にね、多分ご満足いただけるようなでっかいトロフィーをご用意させてもらったので、こんなトロフィー僕も今までたくさんのコンクール受けたんですけども、もらったことないです。そんなトロフィーをご用意しました。どうでしょう。はい。でっかく文字も、第1回ジュニアオンラインピアノコンクール第1位とでっかく書かれてます。すべてのトロフィーかなりゴージャスにしました。そしてここも音符があります。もう最高ではないでしょうか。こんなトロフィーなかなか持つことありませんよ。というわけで今回このトロフィーをね、用意しましたので、たくさんの挑戦ありがとうございます。そしてこれからもたくさんの挑戦お待ちしております。ですので皆様、僕はね、やっぱり小さい時のモチベーションはトロフィーでした。だからこそ、まあ、僕の夢が、やっと実現できたかなと思いますので、ぜひとも、今後ともお願いいたします。そして、優秀賞をなんで作ったかとお話しさせていただきます。本当にね、たくさんのお申し込みがあったことによって、優秀者演奏会をもっと盛り上げたいと思ったんです。一緒に演奏会開く人を増やしてほしいとお願いした結果、優秀賞という形で、演奏会のね、出演権をプレゼントしたいなと思います。まあ、トロフィーとかはね、ないんですけども、ぜひ、一緒に演奏会を開ける方、さらに増えたので、一緒に音楽会を盛り上げていきましょう。このでっかいトロフィー、多分ね、みんなが持つともう、こんなになっちゃうからね。というわけで、今後ともお願いいたします。そして、ピアノの先生、ピアノを習わせてる親御様、ぜひ一緒に協力して、音楽会を盛り上げていきましょう。というわけで、バイバイ！見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。